一人だけ暴れて撮りながら暴れて、今日はセカジネのレックしてきた後にイギリさんの生誕祭を写真撮ってきました。イエーイイエーイ。セーターに来た時は巻き方が変わった。テンション上がっちゃった。あんな来んのかってめっちゃ花道いっぱい来た。髪型、髪色変わってきたね。お、ありがとうございます。なんか目立つような巻き方をしてみてるんでこうなります。ストレートだと多分見にくいと思うんですけど、ね、セカジネ曲ちょっと楽しみにしてほしい。あのね、なんかすごかった。なんか、お、こうなるんですかって、セカンドジェネレーションこうなっちゃうのってこうなっちゃうのって、早くみんなに聞いてほしい。何、ひななの声見つけられるかな。そう、今回はその、いや、私よりも先に撮ってた同じ歌割りの子の声をちょっと聞きながら、ちょっと塩梅を合わせながら撮ってみたんで、ちょ、割と声聞こえやすくはなってると思います。私の、髪色変わっ、髪色やばい、いっぱい写真あんのにさ、途中でさ回線切れてんの意味わからんで。こんばんは。みんなどんなだと思う、セカンドジェネレーションの曲は。でも、おお、この路線かってなるかもしれない。あ、セカンドジェネレーションこうなるんですか。こんばんは。ちょっと予想してみて、みんな今私がポチポチしている間に。セカンド感ありますか。でもセカンドっぽいのか、どうなのか。法定速度計、法定速度計って言われたら違う。闇でもない
いや、うん、なんか、私は分からなかった。その気持ちがちょっと分からなかったけど、でも世にはいるんだろうな、そういう人みたいな曲。ファーストセカンド行ったり来たりするのひなただけ。 いや本当にどんだけ移動すんねん。反復横跳びしてるよ、うち。セカンドジェネレーションとファーストジェネレーションの境目を反復横跳びしてますからね。私をダメにするの、汚れも知らないなんて、どこ見て夢のたらも、あどけない無理してればないことだって隠し持てる。ドゥンドゥドゥドゥン。こんばんは。いや、あのさ、なんだっけ、なんか言おうと思ってんだけど忘れちゃった。初めてアイドルの夜明け公演行ったんだけど、やっぱあれ懐かしい曲あった。 れだよ、ちゃんと好きと言えばよかった、心の中に用意していた言葉なのに、恋はタイミングを失って後から追いかけるもの、間に合いたい。はい、指がつる。 押しすぎて。でも今日はちょっとな、あんまり取れなかった気がする。本調子じゃない、本調子。 編み物してるのかと思った。違いますよ、こうやってしてるんですよ、写真を。ハーゲンダッツの紅はるか味が美味しかったから食べて。食べたい、絶対美味しいじゃん。勝ち確。髪伸びたって。 どうだろう、髪伸びたかもしれない。なんか時間ある時たまにね、ファンの人のペンライトとかを撮ってるんだけど、なんかペンライト撮ったら、なんか「いんん ?Twitter の ID が書いてあった。 Twitter の ID 書いてあって、どうすればいいんだろうって。 ファンの人だから、ちょっと検索してみようかな。
雪林だるまはやっぱ多かったですね、やっぱ。こんばんは。ふう。こんばんは。みんなどんな曲が好き？アイドルの夜明け。でもやってみたいかも。なんか楽しそうだった。私ユニットは好きで。片思いの対角線が好きでいいなーって、めぐみんと京香ちゃんとゆきりんさん、久しぶりになんかめぐみんと京香ちゃんが踊ってる姿を見て、なんかあ、もう違うチームなんだなーって 違うチームなんやなーって思ったけど、初めまして、イエーイ。横須賀カブやろ やったことある。なんかまゆさんの卒業公演の時になんかやった。そう、なんか私の隣にいた、その座ってたファンの方がマホピョン氏で、マホピョンが「うん」とか言われた ってなっててよ めっちゃ可愛かった。ね、でも私がさ、入った時さ、劇場にね、客席の方に入った時に なんかめっちゃこっち向いてるから、なんかうちのこと分かんのかなって思って、なんかピースとかしてみたの。そしたらなんかめっちゃ戸惑われた 気まず そう、なんかピースとかしてみたんだけど、なんかえみたいな えみたいになってちょっと気まずかった。でもその隣の人が めっちゃ手振ってくれた。男性の方が。なんか女の子2人組で来てて そう。そこにいる人はピースせんのよ ちょっとね、ピースしたら、なんか、え？みたいな え？みたいになって、ちょっと。若干気まずかったけど、でもその隣にいた男性の方がなんか めっちゃ手振ってくれて助かった 助かった。そのマホピョンのファンの方、なんかごめんなさい なんかごめん、気まずんご。1130日、ありがとうございます。今この距離でコメント見てんだけど、何も見えないんだよね。なんでかっていうと、いつも使ってる度数のカラコンじゃない、コンタクトがなくなっちゃって、で昔その度数変えた時に余ったコンタクトがまだあって、まあ全然2024年まで使えるんだけど、まあ仕方なくそれを使っているんだけど、あのね、マジで見えなくて、このね、こんぐらい売らないとちょっと合わない焦点 そう、マジで見えなくてストレス だから明日からっていうか、だんだんほらレッスンとか詰まってくるじゃないですか。
見えなくてちょっとストレス割とストレスなんですよね。今日もその何メートルぐらい3メートルぐらい2メートルぐらいの距離でスタッフさんと会話してたんだけど、顔見えなくて全然あ、なんか笑ってんなーぐらいなんか目が笑ってるなー、あ、ちょっとうわ動いたなおはぎな、そう、なんか動いてるなーみたいな感じでしかわからない、うん、飲み会なのでイエーイそう、なんか定期便にしてたの。でも私はカラコン使うようになってどんどんコンタクトがたまるようになっちゃって、でじゃあ一回定期やめるか、たまりすぎたしってなって定期やめて、でこうですよ案の定こうです。定期便が来なくなってしまったので、コンタクトの、そう、なんかもうちょっとあった気がするんだけどなくなっちゃう。見えないですよ、もうコメントが何にも。調整もらいに行かないと挑戦、ああうちは眼科に行かなくちゃいけない病んでるあ、処方箋をもらいに行かなくては。ストレージがいっぱいだって笑っちゃうよね。見えないっす、かわいそう眼科行かなきゃいけないのかわいそう、やっぱり。こんばんは。お疲れ様です。ありがとうございます。眼科の空気出るやつがいい。ああ、開けてなきゃいけないやつね。うち閉じちゃうんだよね。閉じてしまう。髪色可愛いですね。ありがとうございます。ツイートをしたいところ、やりたいことがいっぱいあって困っちゃう。
いい姿は撮れましたか。いい姿は撮れました。いい姿は撮れたりしていますね。髪色、なんかみんな今日髪色の話をするじゃん。なんで変わってないよ、いつも通りだよ。どれにしよっかな、写真。あインナーカラーが目立ちまくってるから今日。でもさ、いつも最近この巻き方をしているけどさ、あんま気づかない、みんな。今日がより目立ってる、うん、全然表に巻いてるからな。次武道館前に色入れる、うん、色入れようかなって。何色にしようかな、やっぱ赤赤入れようかな。今日2倍ぐらい視聴ある、みんな。確かに外に巻いてる。なんかゆきりんさんの写真は一つぐらい入れようかなって思ってるんだけど、どれがいいかな。さっこからひなな撮影の写真送れてきたぜ、ありがとう。やったね。恋はタイミングを失って、後から追いかけるもの、間に合いたい。何にしようかな、青青青青青青。ここに何を入れよう、やっぱ赤。でも衣装によるよね。ちょっと武道館の衣装を見て俺は考えようと思う。日替わりにする。私はいろんな人のメールに貼られてくるよ。嬉しい、みんなメールで。やっぱ青いよな。お、研究生の子にさあげられてないんだよね、写真。マサルと LINE 交換しようって思ったけど、すっかり忘れてた。マザルー、 LINE 交換し忘れたよ。タホは回るってしてた。回る。こんばんは。今日の鐘
タンポポの決心っていい曲で、なんか今日聴いて思った。こんばんは。すいませんね、携帯ばかりカチャ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 やっとけって話なんですけど、写真をねこの中に入れてるとちょっと時間がかかるんです。こんばんは。すいません、眺めるだけで。眺める。ちょっと待ってー。ちょっと待っとーん。よいしょ、ツイートするべや。
しゃあできたあ、団子とくまちゃんありがとうございます。よし、はい、おっまだね全部写真入れてないからあれなんですけど、ツイートしたんでよろしくお願いします。エキリンさん31歳、おめでとうございます。エキリンさんって31歳だよ武道館撮ってよ。あ、みんな武道館やった、当たった、ね、いつ武道館来んの、いつ来んの、いつ来んのいつ来んのあ、いつ来んの、いつくんの、なんで煽られてる7日だけ行く、おー10日、3日間行きます、お3日間、あ、でもえん、リクアンをちょっと来てほしくなってきちゃった自由公演来てよって言ったけど、ちょっとリクアンをちょっと来てほしくなっちゃったね、ちょっといろんなことがいろんなことがあって、リカーの方も来てほしくなった。マニー9日、789だよ、8、90、7、8、9、なんか8、理科行くで、おお、お楽しみにお楽しみに、理科の楽しみがちょっとできた、ちょっとできた、話しながら踊る、やばい、それはもう、ま、全然取れてないそんなこともあろうかと、78行くよ、最高やん、最高やんけ、え、何かいいことあるかもしれん、わかんないけど、今んところ楽しみなこと一つできた、武道館の必須アイテム、必須アイテム、何必須アイテム、ひななのうちわなんか武道館初めて行くから見え方わかんないけど、でもそれまでにはちゃんとコンタクト調達するからちゃんとコンタクト調達するからお願いします。
レインボースターありがたい。眼科宇宙を作りますか。眼科行ったコンタクトはワンデー、あ、ワンデーです、うん、え、一回つけたやつもう一回つけるの嫌じゃないこんばんは、ひなな、眼科行った眼科行ったうちは作って×か丸か、てな感じでですね、ちょっと今日の配信はここまでここまでになってしまうんですけどね、お腹すいたお腹すいた、あどっち空いてる、やばいなっつって席近かったらやってほしいですけどね、うん、あちこちこちどっちあちどっちどこどこどこ、劇場でやってる友達いたおもろ、じゃあ何枚撮れましたか、一応なんか3000ぐらい撮ってたけど、またこっから消さなきゃいけないのがいっぱいあるんで、実質2000ぐらいじゃない、うん、ということでね、今日は終わります、目も見えないのでありがとうございました。ランキングで終わりします。13位ソフトキャンディーさん、ありがとうございます。12位ネズミキャンさん、ありがとうございます。11位ケンタさん、ありがとうございます。10位団子部長さん、ありがとうございます、9位イサオトチームチラ、ありがとうございます。8位ノバト系男子やとかタンさん、ありがとうございます。7位シンゴシンゴさん、ありがとうございます。6位タカボートチームシモヒナ、ありがとうございます。5位クジラチラポイさん、ありがとうございます、4位キットさん、ありがとうございます。3位ヨンダとチラさん、ありがとうございます。2位サプライズレバーとチームチラ、ありがとうございます。1位クルリン、ありがとうございます。マンボースね、ドボンコンも若干近づいてたりするので、あ、皆さんね、ドボンコン待ってます、立川で待ってるよお疲れ、ありがとう、うん、立川で待ってるよ。24日月曜日ですけどね、ドボン投げたって、お、当たるかな、来てほしい、かなり多くの人に、かなりをかなり多くの人に、月曜日ですけど待ってますよ。応募しましたって、イエーイイエーイ、行きたい、待ってます。ではまた明日、当たったら休み方を考える、そうだね、当たって考える、うん、当たって考えよう。じゃあバイバイみんな、また明日ね、おやすみ、じゃあねー。